赤坂くん、なになになに、ちょっと私最近気づいちゃったのよ。え、あのさ、最近の流行りの曲ってさ、可愛くてごめんとかあるじゃん。あー、可愛くてごめんとか、あとアイドルとかね、推しの子のアイドルとかすっごい流行ってるじゃん。あれさ、マジで私じゃない、あれは。アイドルも可愛いし、可愛くてごめんももう可愛くてごめんって感じじゃん、私美人すぎて。だから本当にあれ一つとも私なのよ。っていうことはよ、ちょっと待って、流行りが私についてきているのよね。え、お前自分のこと可愛くてアイドルだと思ってんの。あら、そうよ。何か話題でもあるのかしら。怖い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 、勘違いが怖いな。赤坂くん、私はマイクラ界のアイドルなのよ。ということは、もう私はマイクラのことすべて知り尽くしてる完璧で究極のアイドル。お前何、マイクラ知識知り尽くしてんの。え、知らない知識がないの、もしかして。ないのよ、私にかかれば。え、じゃあおかん、これなんてアイドルか知ってる。これ、これは松明だわね。誰誰誰、なんか人の名前になってない、松明さん。見てみなさい、持ち物欄の名前を。はい、松秋。ほら、松秋じゃないの。あー、おかおか。まだね、まあ、マイクラ知識ってか、日本語からやり直した方がいいかもしんない。あんた、なんてこと言うのよ、あんた。もう、マイクラのことなら何でも知り尽くしてる。初心者なりに。うん。まあまあまあ、とりあえず知ってんのね、マイクラ知識。まあ、赤坂よりは知ってるよ。うん。オッケーオッケー。ハローエブリアンということでですね、ちょっと今、急遽カメラ回してるんですけど、なんか、おかんがね、マイクラ知識すごい知ってるとか自慢してくるんですよね、うざいぐらいに。赤坂のベッド、ふみふみ。ふみふみ。おい、臭くなるからやめろ。誰が臭いよ、あんた。私が、で、おかんで、ね、なんかマイクラ知識すごい知ってるとか、なんか調子乗ってるんで、今回はマインクラフトで存在しないモブをおかんに見せても気づくのか。普通には存在しないモブがいてもおかんはじゃバレない、気づかないんじゃないかなと思って、早速仕掛けていきましょう。完璧で究極な、あ、はあ、まあ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 、ちょっとブン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 、あ、ちょっと冒険しようぜ。ああ、いいわよ。オッケーでーす。で、今手持ちでですね、このようにスポーンエッグを持ってるんで、このスポーンエッグを出していきましょう。まずレベル1ということで、蝶々出していきましょう、バレないように。じゃあちょっとここら辺に、よし。お母さん、ちょっと来て来て来て。あ、何、ちょっと冒険しよう、冒険。うん、いいわよ。うん。ほらほらほら、ねえ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 ね、ん、何、何、あ、全然気づいてないっぽいな。何何何、今日の報酬は何、今日の報酬は。報酬って、報酬っていうか収穫。何を捕まえるのよ、今日は。あ、今日は、ダイヤモンド30個。30個、30個でいいの、あんた300個いかなくていいの。ゼロが1個。足りないんじゃないかしら。単調か。多分マイクラのブロック全部集めてもないんじゃないかしらね。じー。あら、蝶々が死んでるわ。おら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 、蝶々、おら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 、全然気づいてないな。蝶々が元からいると思ってんだ、この感じ。レベル1、蝶々クリアでございます。さあ、次、レベル2、タヌキでございます。あぶねあぶね、おかいた後ろに、あぶね。じゃあ、タヌキをここら辺に適当に。よいしょ、オッケー。おかん、はい、ちょっと冒険しに行こうよ。あいたー、ちょっと待って、落ちた、落ちた、落ちた、ちょっと待って。お前は前回のが下手すぎる。うるさい、うるさい、黙らせちゃい、黙らせちゃい。いやー、この家、ほんと、クソボロいよな。誰がボロいじゃん、お前。お、なんかこんなとこにいんじゃん。かわいいね。これ何これ、あ、これほら、タヌキ、タヌキ。へぇ、かわいい。あれ、初めて見たかも、私これ。あ、マジ、え、お前タヌキ、今更知ったの、マインクラストで。あ、タヌキいるんだ。へぇ。知らなかったのかよ、まさかの。知らないっていうか、初めて見た、これ。あ、そうそう、タヌキいんの。かわいいでしょ。あ、でも、確かにタヌキいるの聞いたことあるかも。いや、いや、もう全然ないけどな。全然タヌキいねえけどな。へぇ、これがタヌキなんだ。実物見たのは初めてだわ。へぇ。うら、あ、バカーンと、私が初。わあ、やばいやばいやばい、なに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 、タヌキ攻撃したの、やばい、反撃されてる。え、タヌキって何、こんな怖いの、タヌキ。ちょっと待って、めっちゃ怖い。私が駆除する、これ駆除駆除駆除。ありがとうありがとう、ありがとうありがとう。ああ、消えちゃった、タヌキちゃん、ごめんね。でもそんな暴力する子はいけないのよ。レベル2タヌキクリアですね。じゃあレベル3早速いきましょう。次はこのクロクマってやつをスポンさせてみよう。今今大丈夫、今いける。よし、これちょっとバレそうだな、これバレそうだな。あ、おか、何してんの、木切ってんの。うん、何、いや、普通にほらダイヤモンド集めに行こうぜっていう。分かったわ、じゃあこの完璧で究極のアイドルの私と一緒に集めに行こうじゃないかしら、ダイヤモンド。ああ、そうだね、こっち、うん、あ、こっち洞窟あるからこっち行こうぜ。あ、本当だ。あ、全然気づいてない。待って、全然気づいてない。え、おかん、え、何こいつ、かっこよくね。なこれ、白クマ？一応黒クマ？何これ？あ、そう、黒クマ、黒クマ。なんか白クマが黒くなってる。あ、そうだね。黒いのも、あ、黒いのもいるんや。あ、白クマもいるけど黒クマっていうのもちょっといるよ。黒いのおるんやな。あ、でもこれね、あの激レアなの、激レアだからあんまスポーンしない。え？え？ガチ？これ何スポーンすんの？これ倒したら。あ、これ倒したら低確率でダイヤモンド10個落とす。オッケー。
まあ嘘だけど、いて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 、怒ってる怒ってる、あ、質問しなかったね、今日はダイヤモンド。黒熊の毛皮と生魚、生鮭か。そうそうそう。気にしなかった。よし、全然気づかない。いい調子やな。おかん、バカだな、ほんと。ほんとに初心者じゃん、あいつ上級者とか言ってる割に。じゃあ次、レベル4。レベル4は七面鳥でいきたいと思います。じゃあおかん、ちょっと、冒険ほら、早く早く。はい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 、行くわよ。任せなさいと。タイマス一応50個持ってきてるから大丈夫っしょ。50個はちょっと少ない、まあ大丈夫でしょう。あ、いけるいける。大丈夫大丈夫、いけるいける。よし、行くぞ、赤坂の松明で行くから私を後ろからついていく。さあ、行け。おー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ行こう行こう行こう。うん、いやいや、行く。な、こいつ。え？おー、あ、あー、どこれ？はい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 。これ何これ、なにこれ、あ、当てて当てて、わかるでしょ。キジ？何の鳥これ、鳥でしょ多分。なんかクジャク？クジャク？これ七面鳥っていうやつなんだよ。七面鳥いんのこのゲーム。最近マイクラスアップデートがあって、うん、それで追加されたの。え、本当にいんのこれ。いや、いるいる、いや、いるじゃん、いるじゃん。こんな、いや、いるけど。そうなん、そうそう、これ何、バニラでいるやつ。うん、バニラだよ普通に。そうなの。かわいい。かわいいよね。わあ、バカ。あ、これこれ鳥も攻撃してくるんだ。あ、本当だ。かわいいね。でしょ、ありがとうありがとう。でも私よりは可愛くないか。うん、私よりは可愛くないけど、でも全然可愛いわね。まあ、いや、知らなかったんだ。他なんか知らないモブ多くない？ね、なんか今日なんか知らないモブが大量にいるわね。今日なんかおかんか知らないモブと大量に会える日じゃん。よかったじゃん、新要素に触れ合えて。それなら本当に嬉しいわ。私もこれでマイクラのマスター力がまた近づいてきたわね。まあ存在しないモブなんだけどな。いや、これでおかんあれだ、友達とかに自慢すればいいじゃん。マイクラにそういうのしてたみたいな。え、知らないでしょ多分。私初めて知ったわよ。このプロの私が初めて知ったってことは、みんな知らないってことなのね。そうかもね、いや、だいぶ遠いとこ来たな。こんなとこ初めて来たわ。これもね、あのモッドで追加されたやつですね、これも。うるせえ、なんだ。あ、こいつじゃない、あ、こいつか。あ、こいつこいつ。何これだっけ、これ初めて聞いたんだけど。これなんかあのラザニアっていうキャラで。ラザニア、うるさいね。うるさいんだよ、その新キャラで。このモッドサメもいるんで、サメ出現させましょうか。よし、行きます。川にサメっておかしいけどな。よし、振り向いたら驚くぞ。ん？でかく、なにこれ。え、サメ？なにこれ。やば、え、これ、食われる、これ。食われんの？え？食われないね。こんにちは、サメさん。え？え、なんで川にいんの？てか、海じゃないの？知らないの？マインクラフトのサメはなぜか海じゃなくて川にいんのよね。ほんとにサメこれ。いや、サメだな。前。あ、サメだよ、サメだよ。この前の感じがサメだもんな。すげえ。しかもあのなんか鳥も知らねえし、ラザニアだっけ？ラザニアも知らんかったし、サメも知らなかったし、クマも知らなかったし、なんか今日知らないのがいっぱい、なんか死んでる！待って、殺されてたけど今いか。見てなかった。今イカ、あんた、あのサメ殺してるわよ、イカを。やばいわよ、あれ。まあ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 、そういう癖があるみたいな。まあ、オカンみたいな感じでね、あの、イカを噛み殺す習性があるんだよ。誰が噛み殺しよ、あんた、私が。よし、じゃあ次は、イノシシとトナカイを同時にスポーンさせます。いきます。はい、トナカイ出現させて、イノシシスポーン。はい、オッケー。オカン！はい。ちょっとお前、そんなところで川見つめてないで。なに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 、後ろやべえことだって。なになになに、なにこれ。は？は？助けて、ちょっと待って、何これ、何、助けてって、こいつ何、こいつ誰、助けよ、ゴミ、ゴミ言うんじゃないよ。待って、怖いの色、やばい来てる、何これ、イノシシ、何これ。ごめん、おかん、そういうの忘れてた。この最新のマイクラには、あのトナカイとイノシシも追加されてんの。マイクラってこんな物騒になったの、あんた。多分水辺付近やばいわ、水辺付近に全員やばいのがいる。そう、だからじゃあ、跳ねた方がいいわ。うん、これやばい。なんかね、このサメとかイノシシは怖すぎてマインクラフトをやめたって人が、あの1億人ぐらいいるらしい。うん、1億、大丈夫、マイクラユーザーいるそれ、大丈夫。マイクラユーザーの半分以上がこのアップデートのせいで減ったらしい。モヤンさん、考え直してください。さあ、といよいよラストスパート、最後にですね、ヘラジカのスポーンエコ登場させましょう。これで気づかなかったら、おかんは本当にアホだと思う。よし、行きます。よいしょ。おかん、中いる、はい、中いる、なにこれ、でかっ、死ぬ、あんなでかいのいんの、今のマイクラって。おかん、今までおかんが見たことないモブ全部架空のモブです。ブクスクスクスブクスクスクス、騙されちゃった。クス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 、騙されたのかね。クス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 、初心者の私を騙し、
魂噛んじゃった。はい、噛みましたね、今。魂って何？ねえ、ねえ、ねえ。